の第5試合第2代 KPKB フェザー級王座決定戦、青コーナー結城選手お願いします。ありがとうございます。赤コーナー瀬戸口玲選手お願いします。両選手、正面のカメラに向かってお願いします。ありがとうございます。向かい合ってお願いします。ありがとうございます。ご着席ください。明日の第5試合 KB 第2代 KPKB フェザー級王座決定戦、この試合の見どころの方を渡辺代表の方からよろしくお願いします。はい、瀬戸口玲選手 VS 結城選手、安定の7勝1敗、安定の瀬戸口玲選手、なんですけれども、結城選手の、もう本当にオファーが来てもう即座に後楽園で試合するというですね、本当意識は高いっていうか、すごいイケイケだなっていうところですね。勢いが あるっていうところで、このマッチメイクになったんですけれども、大関決戦になったんですけれども、本当に、こう言ってしまえばもういつも一緒なんですけども、結果は明日しか出ないというところで、どっちが勝つか、分からないっていうのは当たり前の話なんですが、本当に期待できる、次のですね、世代のフェザー級を背負っていくのはどちらという話ですね、期待してますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。両選手、お互いの印象や明日の意気込み、またこのタイトルへの思いだったりとかございましたら、コメントの方お願いします。まずは結城選手お願いします。はい、レーシンジムの結城です。対戦相手の印象はすごい真面目そうで強い選手だなって思ってるんですけど、もう絶対自分もベルト取りたいんでしっかり練習してきたんで明日は勝ちます。よろしくお願いします。瀬戸口玲選手お願いします。薩摩ジムの瀬戸口玲です。そうですね、フェザー級っていうこの階級のベルトはすごい価値のある、ベルトだと思ってるので、明日は勝って、で本当に一人じゃここまでこうたどり着けなかったので、本当にサポート、日頃からサポートしてくださっている方々のためにも必ず勝って、明日はチャンピオンになりたいと思います。相手の印象はすごい、アグレッシブな選手だなって印象です。明日は楽しんで勝ちます。です。ありがとうございます。明日はどちらが必ずチャンピオンになるということですが、またそのチャンピオンになった暁のその後のステージの目標だったりいかがでしょう、結城選手。そうですね、今回ベルトを取ってどんどんマッチメイドのある大会とかもっと、そうですね、何でも出ます。九州トラキックに出てください。わかりました。おっす。はい。瀬戸口選手、いかがでしょう。そうです。初代にすごい、強い選手がいたので、それに負けないぐらい、自分も強くなって、でこの KPKB のフェザー級を僕が引っ張っていけたらなっていう気持ちです。以上です。ありがとうございます。渡辺代表の方からいかがでしょう。もう2代目、フェザー級ということですね、フェザー級王座決定戦ということで、どちらかがマストシステムなんで、もうどちらかがどうなってもチャンピオンになるわけでありますから、期待しますんで頑張ってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。明日の第5試合第2代 KBKB フェザー級タイトルマッチ、乞うご期待ください。ありがとうございました。ありがとうございました。